車あります。2機あれば8300万、簡単な足しな。僕たちはね、厳しいことを言う限り自分たちの身をパサッとそういうのは切りますよ。でもその時の知事さんね、僕と東徹はその頃府議会の一員、10年間府議会議員やってきました。その時に言ったんですね、知事ね、その当時の知事に、11年連続赤字で府民の皆さんにね6000億の借金、これをね皆さんのね肩にせたらってもらってやめていくわけでしょうと、そのね退職金なんとか考えたらどうですか、8000万超えてるんです、もらいすぎでしょうと、ちょっと遠慮するのはないんですかと言ったらね、いや私の権利だからもらうもんはもらっていきます、何を言ってんだよと言ってね、皆さんの税金おいしくパクパクむしゃむしゃ食べて、はいさようならって出てきましたよ。その人が今回自民党の参議院の候補になってるんです。選挙になればね、いいことばっかり言ってるはずです。でもね、それだけいいこと言うんなら、まずはね、府民の皆さんに借金を積み上げて、自分の懐に入れた8000万、ちょっとは遠慮してよということなんですよ、皆さん。ねえ。ぜひね、皆さん、そういう体質の自民党に大改革なんてできるわけないし、財政再建できるわけはありません。東徹、ここまで一緒に大阪を良くするために本当に身を切る改革を我々と一緒にやってきた。だから大阪少し良くなってきてます。この改革をね、この国でもやるためにも東徹、必ずこの参議院議席を与えてください。よろしくお願いをいたします。ありがとうございます。それではただいまより東徹候補の方から大阪改革をやってきたその熱い思いをただいま最後の演説をここで皆さんに訴えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。皆さん、日本維新の会から参議院に立候補いたしました東徹です。どうぞ皆さんよろしくお願いします。この10年期間という長い選挙期間、いよいよ今日が最終最後の街頭演説となりました。皆さん、これまで今話があったように、この大阪をなんとか改革して、この大阪を成長する大阪へと変えていきたい、大阪に人も物も企業もお金も集まってくる、そういう大阪に変えていきたい、その思いで今も一生懸命この大阪の改革に取り組んでるんです。そして皆さん、やはり大阪の改革最終最後は大阪の構想を実現して、この大阪を成長する仕組みへと変えていかなくてはならない。ぜひともまずはこの大阪を成長する仕組みへと変えて、そして東京一極集中ではなくて、東京と大阪という二極の構造にこの日本も変えていきたい。ぜひとも皆さん、まずは大阪を成長する仕組みへと変えていくためにも、今回の選挙必ず勝たせていただきたいんです。そして皆さん、この日本は本当に危機的な状況にあるんです。この日本には国と地を合わせて1000兆円も借金がある。国家予算の半分は借金に賄ってる。そんな大変危機的な財政構造になってきた。この原因の一つは今までの自民党の政治も民主党の政治も全部選挙で必ず勝つため、選挙のためにいいことばっかりを言ってきた。選挙の前になれば大きな予算を組んで無駄なお金をいっぱい使ってきた。それがためにどんどんと借金が膨れ、そして次の時代へ、若い人たちの時代へ、子供たちの時代へと借金をどんどんつけ回してきた。これが今までの政治だったんです。
全て先送りしてきたんです。この日本は高齢者の数がまだ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 増えていく、そんなことは早くから分かっていたにもかかわらず、年金すら未だにほったらかし、医療も介護も全部ほったらかしで先送り先送り、改革もせずにどん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 と先送りしてきた。それがためにその日本は本当に危機的な状況にあるんです。でも皆さん、日本維新の会は違いますよ。言うべきことは言う、改革すべきことは改革してきた。そして改革しなきゃいけないことは皆さんにきちんと示してきた。橋本代表の慰安婦の発言だって、あれも言うべきことを言ったんです。そして皆さん、今大阪市ではいろいろ維新の会に対して高齢者ばっかりいじめるというけども、それは何のことかといえば、敬老パスがこの1月から有料化になった、そういうことでいろいろと言われますけども、でも皆さん、これはこれからの高齢者がまだ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 増えていけば、今まで通りっていうわけにはいかない。だから批判もあるけども、そういう改革もやってきたんです。皆さん、これからの日本は本当に厳しい。借金がある、国家予算の半分は借金で賄っている。それだけじゃなくて、高齢化率は世界で例を見ないスピードでまだ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 増えていくんです。だからこそ改革しなければならない、そういうことを皆さんに訴えてきたんです。年金の問題もきちんと皆さんに改革を示している。憲法の問題もそうです。全部先送りせずに、言うべきことはいい、改革しなきゃならないことを皆さんに全部示してきた。しかし選挙は確かに今回厳しくなりました。厳しい選挙かもしれないけども、必ず今日お集まりの皆さん方には理解をしていただいて、ぜひともこの東徹を勝たせていただいて、これからの大阪の将来、日本の将来、ぜひともこれからの若い人たちがこの大阪に、この日本に明るい希望、夢を持つことができるような、そういう大阪、日本に変えていくためにもやらなくてはいけないんです。ぜひとも皆さん、この大阪、この日本、これからの若い人たちが将来この大阪の危機を、日本の危機を救ったのは日本維新の会の改革があったからだと、必ずそう評価されるような改革をぜひとも行わさせていただきたいんです。どうか皆さん、そのためにも今回厳しい選挙ではありますが、ここで乗り切らなくては、この大阪の改革も日本の改革も、大阪から日本を変えることもできないんです。どうか皆さん、厳しい選挙でありますが、日本維新の会、東徹をどうか皆さんのお力で、ぜひとも明日の選挙には東徹をぜひとも勝たせていただきたいんです。そして必ず大阪から日本を変えていくことに挑戦をいたします。どうか皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、東徹候補に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは17日間の参議院選挙の最後の締めくくり、ただいまから日本維新の会共同代表橋本徹の方からご挨拶をいただきます。どうも大阪の皆さん、本当にこれだけ多くの皆さんにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。
今回の参議院選挙からインターネットを使って選挙運動ができることになりましたので、この街頭演説、今ニコニコ動画というところで生中継をされていますので、大阪府民の皆さんとニコニコ動画の視聴者の皆さんにこれから最後の訴えかけをさせていただきたいと思っております。まああまり細かなことを言っても残り10分しかありませんので、まあこの大阪府民の皆さん、そしてニコニコ動画の視聴者の皆さんにね、どうしても考えてもらいたいこと、そしてこれから動いてもらいたいこと、一点に絞ってお話をさせてもらいたいと思います。まあ全国各地回ってもね、皆さん自民党圧勝ムードですよ。これはまあやっぱりね、安倍首相のアベノミクス、これは効果出てます。株価が上がってる、民主党政権の時代の時と比べてなんとなく国民の皆さんの気分がね、明るくなってるのはこれは事実ですわ。ですからね、安倍さん頑張れ、安倍さんそのまま行け、そういう声が全国つつ裏々から出てくるのはね、まあ仕方がないかなとも思ってるんです。ただ大阪府民の皆さん、そして特にニコニコ動画の視聴者の皆さんね、安倍総裁、安倍首相と自民党は全く別物だってことをね、本当は国民の皆さんにね、理解してもらいたかった。でも大阪維新の会、日本維新の会の代表としてなかなかそのような全国民に対するメッセージ、今回の選挙戦で伝えきることができませんでしたね。安倍さん、自民党全く別物です。自民党はね、自民党政治何ら変わるところがありません。今までの自民党政治と全く同じなんですよ。と言いますのはね、あ、ごめんなさい、緊急車両です。すいません、自民党政治のね、本質、これ皆さんお忘れじゃないですよね。かつて4年前、たったわずか4年前ですよ、自民党政治に国民の皆さん、多くの皆さんが脳を突きつけたのは、自民党政治、思い起こしてくださいよ。政治と業界団体と霞が関の役所がしっかり結びついて、政治家は、自民党政治は業界団体を守り、そして業界団体は自民党に票を渡す、役所は業界団体に天下りをする、このような自民党政治に国民の皆さんは嫌気がさして、そして民主党に政権交代をさせた。これわずかね、4年前の出来事ですよ。4年経って自民党の政治がそこまで大きく変わったのか、何も変わってません。変わったように見えるのは安倍さんのこの姿勢、安倍さんの頑張り、ここは国民の皆さんに伝わってる。でも自民党政治は何も変わってないんです。今回の自民党の候補者見てください。一度ね、インターネットで見てもらいたいんです。ニコニコ動画の視聴者の皆さん、自民党のね、立候補者、日本のありとあらゆる業界団体から応援を受けてるんです。日本医師会、農業協同組合、なんとか協会、なんとか団体、なんとか組合、至るところの業界団体が自民党の候補者を応援してる。ましてやね、自民党の候補者の中に業界団体に属してる人、業界団体の偉いさんがね、自民党の候補者になってる場合もあるんです。皆さん、そのような候補者が当選した後に業界団体が嫌がるような改革ができると思いますか。自民党政治をもうやめてもらいたい、業界団体を守るような政治はやめてもらいたい、それが国民の多くの声なんです。業界団体、特権を持っている既得権を守るような政治ではなく、一般の国民の皆さんの方に向いた政治をやってもらいたい、それがね、国民の皆さんの多くの声だったわけじゃないですか。ところがそのような声をね、民主党はきちんとその声をすくい上げることができませんでした。国民の皆さんもね、錯覚してしまったんです。自民党がダメであれば民主党でお願いしよう、民主党なら業界団体を守るような政治ではなく、一般の国民の皆さんの方に目を向けた政治をやってくれるだろう、
民主党に皆さんは期待をした。ところが民主党はその期待に応えられなかった。なぜならば民主党公務員の労働組合から強力な応援を受けてるからですよ。だから民主党政権を取った後公務員改革何にもできなかったんです。大阪府民の皆さん、ニコニコ動画の視聴者の皆さん、この参議院選挙が終わった後に日本の政治は大きく動くと思います。自民党は圧勝する。業界団体を守っていく政治、業界団体を守っていく政党、天下りをどんどん認めるような政治政党、そのような自民党、巨大な勢力がこの参議院選挙の後に誕生します。その時にですよ皆さん、この自民党政治に対抗できるきちんとした野党を国民の手で作らなければ日本の政治に未来は見えません。業界団体を守る政治から一般の国民の皆さんを守る政治へ、それを変えていくには、そのように変えていくには皆さんが、国民の皆さんが新しい野党を作っていかなければいけないんです。新しい野党とはね、まさに業界団体、特定団体と結びついていない、そんなところに配慮をしなくてもいい、そういう政党を皆さんの手で作らなければいけない。その実績はね、この大阪であるじゃないですか。大阪府民の皆さん、大阪市民の皆さんがこの大阪維新の会を誕生させてくださった。大阪維新の会、わずか3年と2ヶ月前、たった6名の府議会議員からスタートしたんです。お金もない、組織もない、1人月1万円の会費で運営していた大阪維新の会が3年2ヶ月経った今どうなりましたか。日本維新の会として国会議員50名を超える野党第2党にまでなったんですよ。これはね、決して僕の力でもない、大阪維新の会のメンバーの力でもないんです。大阪府民の皆さんが、市民の皆さんが、業界団体や公務員の労働組合と戦ってくれて我々に力を与えてくれた。自民党や民主党の力を抑えて普通の府民の皆さん、市民の皆さんが一生懸命票を集めてくれたからこそ、わずか6名の府議会議員の大阪維新の会が国政政党として第2の野党まで上がってきたんです。これこそね皆さん、このようなことこそ本来全国でやらなきゃいけないんです。全国民の皆さんは不思議に思ってる。なぜ大阪維新の会が選挙で勝つのか、みんな不思議なんです。それはね、業界団体の組織の力、公務員の労働組合の力、ものすごい力がありますよ。全国民の皆さんは分かってる。一般の国民が動いたところで新しい政治なんか作れない、新しい政党なんか作れない、みんなそう思ってるんです。しかしね、大阪は違うじゃないですか。この間の昨年の衆議院総選挙で多くの自民党議員が誕生しましたが、この大阪の地においてだけは日本維新の会の議員が続々と誕生したんです。あれもね、何も大阪府民の皆さんが楽して日本維新の会の議員が誕生したんじゃない。何も大阪の地において業界団体の力が弱い、公務員の労働組合の力が弱いからじゃないんです。大阪こそ業界団体の力が強い、公務員の労働組合の力が強い、組織の力が強い、この大阪の地でありながら、そのような組織とは無関係な府民市民の皆さんが一生懸命になって一票一票を積み重ねて自民党民主党を打ち破ったんじゃないですか。やればできるんですよ。組織に頼らなくてもできるんです。今までのようなね、組織の票に頼った政党は組織の方に配慮をした政治をするんです。府民の皆さん、この大阪維新の会、ある意味特殊な政党を誕生させたこの大阪の地において、組織とは関係のない一般の有権者が動けば新しい政党を生み出すことができるんだということをね、もう一度全国民の皆さんに知らしめてほしいんですよ。全国民の皆さんは求めています。これまでの自民党政治とは全く違う新しい政治を求めているんです。これまでの業界団体と結びついた自民党とは全く異なる政党を求めているんです。ただ皆どういうふうに動いていいかわからない。だから大阪から
一般の有権者が動いて新しい政治を作り、新しい政党を作り、自民党に対抗できるような新しい野党を作っていく、これがね、日本を変えていく大きな大きなきっかけになると思いますね。東さん今2着です。東さん今2着、1着は自民党になってる。もし自民党が1着になってしまえば、全国民の皆さんはやっぱりダメなのか、既存の政党には勝てないのか、業界団体には勝てないのかと諦めてしまいますよ。ところが東徹が1着で当選すれば、やっぱりできるじゃないか、俺たちもちゃんと動いて、俺たちが票を集めればね、新しい政治を生み出すことができるじゃないかというふうに勇気づけられるんです。それぐらい重要な今回の参議院選挙、どうか東徹今2着ですけどもね、最後のこの1日、また明日の1日においてね、どうか1着に逆転をさせてもらいたいんです。ニコニコ動画の視聴者の皆さん、あなたたちですよ。一番重要なのはこれからの政治で、既存の政党にも属さない、いろんな団体にも属さない、インターネットの願いで力を発揮できるニコニコ動画の視聴者の皆さん、いっぺんね、大阪府民と力を合わせて政治を動かしてみませんか。動きますよ。一人一人がね、一票をかき集めてね、それを合わせればね、既存の政党に勝つことができるんですよ。政治に諦めていませんか。インターネットの世界の中だけで諦めていませんか。いや違うんです。みんなが動いて、みんなが立ち上がって、みんなが政治をやればね、自分たちのための政治というものは必ず実現できますよ。大阪ではそれができました。大阪維新の会、本当にここまで育ててくださって本当に感謝です。僕は5年前にね、ここで知事選の時の最後の街頭演説をさせてもらいまして、あの時は政治の世界、右も左もわからない中で皆さんにお願いをして当選をさせてもらった。それから5年後、今大阪維新の会が日本維新の会になり、大阪市長という立場で国政政党の代表までここまでならさせてもらったのも、全て大阪府民の皆さんのおかげですよ。この日本維新の会、原動力は大阪ですよ。大阪に本部があり、代表は大阪市長、幹事長は大阪府知事、まさに大阪府民の皆さんが、しかもね、組織に属さない一般の府民の皆さんが今の日本の政治を動かしているんです。皆さん、ここでね、新しい政治の火を消さないでください。このまま自民党が圧勝すれば、やっぱり自民党政治に戻ってしまうのか、みんなが諦めてしまいます。大阪府民の皆さん、ニコニコ動画の視聴者の皆さん、最後の最後まで、最後の最後まで力を振り絞ってね、既存の政党、自民党、民主党、その他の政党に打ち勝っていきましょうよ。どうか東徹を一着で押し上げてください。ニコニコ動画の視聴者の皆さん、みんなに声かけてね、新しい日本の政治を作りましょうよ。自民党に対抗できる新しい政党、新しい野党、この大阪の力、そしてニコニコ動画の視聴者の皆さんと一緒に新しい政治に向かって皆さんで歩み始めましょう。よろしくお願いします。どうも皆さん本当にありがとうございました。本当はここで終わる予定でしたが、東徹候補、本当に皆さんにここでもう一度御礼のご挨拶をしたいということですので、すいません、あと2分半よろしくお願いをいたします。どうも皆さん、この17日間という長い長い選挙期間、皆さん方がこの選挙、東徹の参議院選挙、支えていただいて本当にありがとうございました。目いっぱい全力で戦うことができました。まだ2着ということで今話がありました。まだ諦めてません。必ずまだこれからなんとか頑張って、今日最後の最後まで頑張って、必ずトップ当選を目指して頑張りますので、どうか皆さん最後の最後までぜひともよろしくお願いします。どうも皆さん、本当にこの17日間ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。もう時間はありません。東徹、今からまだこの駅前で一人一人に皆さんにご挨拶をさせていただきます。どうか明日投票に行ってください。
みんなの一票がもう一度大阪を大きく大きくうねりを作って変えていきます。今一度我々の夢を形にしたい、大阪から国政を変えたい。どうか皆さん最後までのご支援をお願いいたしまして、この場所からの最後の街頭演説に変えさせていただきます。どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。ニコニコ動画の視聴者の皆さん、大阪は今こうやって盛り上がってます。どうかね、ニコニコ動画の視聴者の皆さん、本当に一般のね、普通の有権者でも政治が変えられるんだということを一回体験してみてください。この後10時からまたニコニコ動画で、維新のチャンネル番組やりますので、それもご覧になってください。本当に大阪の皆さん頑張りましょう。本当にありがとうございます。東徹をどうか一着で当選させてください。よろしくお願いします。